日本菓子専門学校洋菓子科 I クラスの岡田彩香です。お願いします。他の学校と比べて人数が少ない中で実習ができるということと、朝練と夕練をやっているという点で選びました。皆さん先輩方がすごく優しく教えてくださり、先生方も丁寧に教えてくださりました。先生が思っていたよりも面白くて、とても毎日楽しく実習ができています。一緒に話している時にすごいノリが良かったりとか、話がすごい合う時があるので、そこがすごく楽しいです。はい、日本のお菓子だけではなく、外国のお菓子、フランス菓子やドイツ菓子、イタリア菓子など他国のお菓子を学べるところがとても楽しいと思います。本校では和菓子科もあるので、和菓子科と洋菓子の科の子で交換したり、他の学校に通っている友達と一緒に食べたりしています。すごくみんな個性があって、とても面白いんですが、みんなそれぞれ自分の夢に向かって頑張っていて、私も頑張ろうって思えるような存在です。みんなで楽しくいろいろなお菓子を学んで、みんなで美味しく食べたり、みんなで遊んだりすることです。日本の友達だけではなくて、留学生もたくさんいらっしゃるので、海外のことをお友達になれたことです。お菓子を作りたいと皆さん多分思っているんですけれども、お菓子を作ることだけではなくて、他の外国の留学生や先生ともすごく仲良くなれて、とても毎日充実した楽しい生活を送ることができるので、ぜひ入学をしてみてください。はい。今後は私はレストランに就職したので、レストランのパティシエとして一から学び、たくさんの人を笑顔にできるようなパティシエになりたいと思っています。ありがとうございました。